引き続きまして、はい、コラボ相手は鈴木美優ちゃんです。鈴木美優です。お願いします。夢なの夢、インスタで恋愛相談第2弾を募集しますと言ったんですけれど、それにね、ちょっとミュート答えていきたいと思います。やっぱ女子は恋バナだよね。盛り上がる恋バナでしょ。楽しいよね。まあね、食べながら飲みながらちょっと女子トークということで相談にお答えしていきたいと思います。部活で恋愛禁止だけど恋愛がしたい。でもこれは、うん、もう内緒でするか、うん、しかなくない？え、そもそもさ、部活で恋愛禁止って意味わかんなくない？わかる。なんか先生と仲良くなったらもう仲良くなっちゃって、うんうん、恋愛相談なしにしてくださいよみたいな、うん、言っちゃってもいいんじゃないかなって思う、うん、で、それでダメって言われたら、まあ隠すしかないよね、うん、恋愛しないってもったいない。もったいない。だってさ、好きな人がいるのに部活があるからって言って恋愛しないって、うん、ね、もったいない。もったいないよ。好きな人いるなら恋愛した方がいいよ。した方がいい。それでもし先生に怒られてもさ、あれだけどさ、うん、私たちのせいにしていいよ。でも、うん、その時はもうDM 送ってください。事務所に電話してください。謝ります。謝ります。もったいないよ。はい、次。寝落ち電話してから返信が冷たいです。え、なんで？なんで？なんか女の子に多いけどさ、男の子もカエル化現象とかあるんじゃない？カエル化だとしたらやっぱ時間は大事だよね。そう、時間やっぱ大事。え、寝落ち電話とかしたい。いいな。寝落ち電話っていいよね。いいよね。素敵だと思う。なんかキュンキュンするよね。こう、夜の夜のさ、いい眠いけどさ、うん、やっぱちょっと好きな人とか気になる人とさ、ずっと電話して声聞いてるっていうのもおっとりしちゃいますよね。素敵。ダメだ。違う、相談だよね。冷たいです。まあ、なんでこんな冷たいんだろうと思うかもしれないけど、そのままでも返信はしてくれるわけだから、うん、こう、なんだろう、あんまり焦らず地道に、分かんないね、こう時間差とかで返信してって、うん、距離縮めていったりするのがいいんじゃないですかな。高3です、うん、第3の彼氏ができたのですが、付き合うのが初めてで何をすればいいかわからないです。うん、初めてだって。いやー、めでたい。めちゃめちゃいい初めて。ね、しかもさ、3つ目でしょ。うん、高3の大学生って超ほんまにいい。いや、めちゃめちゃいいわ。最高だね。何それ。すっごいいいわ、それ。ね。じゃ、まずおめでとう。おめでとう。まずおめでとうです。本当におめでとう。何をすればいいのか。でも、流れに身を任せるのがいいんじゃない？そうだよね。だってさ、3つ上って第3ってことはさ、うん、まあ、相手もなんかリードしてあげようって気持ちあるだろうし、うんうんうん、多分なんか変に自分から頑張ろうとしすぎると空回りしちゃいそうだよね。うん、そうそうそう。だから最初に頑張りすぎようとしちゃうと、そうそうそう、後からちょっとこう付き合っていく中で、うん、なんかあれだよね、うん、自分が疲れちゃうから、そうそうそう、疲れちゃったり負担になっちゃったりするから、そう、多分もうお任せしましょう。お任せしよう。相談乗れてるかな、うちら乗れてるかな。参考になってるかな。待ってるかな。私もそんなに経験がないので、そう、あんまり妄想の話ばっかりだね。申し訳ない、うん、友達の好きと彼氏にしたい時の好きってどう違うのかわからん。いや、これはマジで一生もの議論だよね。わかるわ。やっぱでもこれは、付き合ったのをまず想像してみて、その人と。なるほど、一回想像します。はい。で、あ、付き合うってなるとちょっとこういうとこ無理だなって思ったら違うんじゃないかな。うーん、男の人ってさ、子供じゃん、大体。言われてますよ。出ました、名言。大体子供じゃん。大体子供じゃん。いただきました。ありがとうございます。私はなんか友達は難しいけど、楽しいことをとにかく共有したい人が友達だと思う。うん、で、彼氏は、うん、その楽しいことはもちろん、うん、その先にある彼の悩みを私が共有してあげたいっていう、うん、彼のマイナスな部分を一緒に悩んでいこうってなる人が彼氏にしたい人なのかな、うん、あ、めちゃめちゃいい答えじゃん。それじゃん。ベストアンサー。ベストアンサー。ベストアンサー出ました。
彼氏の異性絡みはどこまで許すべきなのでしょうか。うーん、これはね、マジで人による。人によるんだけど、うん、絡みというか、まずルール決めたらいいんじゃないかな、その2人の間で。例えば女の子2人と遊びに行くのと、女の子たちと男の子たち行って遊びに行くのと、だいぶ彼女側としてのさ、うん、気持ち違うじゃん。数人か、あの、2人か、2人なんて絶対嫌じゃん。嫌だ。嫌だよ、ね、嫌でしょ。ちなみに、ゆめなだったら、もしゆめなが、うん、彼氏いたとして、うん、どこまで許せる？どこまで許せる？でも絶対2人は嫌だから。あ、2人はダメか。2人はダメって言う。なるほどね。え、じゃあ、2人はダメ問題について私思うのがさ、その自分が知り合うよりも前に知り合ってた女の子だったらどう？あの、女の子とご飯行くって言われて、え、誰とって言ったら、幼馴染って言われたら、うん、なるほどって。あ、これはめっちゃ難しいよね。2人は嫌だけど、自分より知り合い、自分が知り合うより前で、しかもさ、幼馴染とか深い関係だったらさ、うん、どう？そこまで仲良くて進展しないことあんのかな。確かにね、思っちゃうよ。本当にお前らねえのかよ。お前ら言うな。ってなっちゃうよ。じゃあもう聞かない方がいい。いや、やだ。やだ。なんか隠されてるのやだ。まあ、それの理想形としては、言っていいよって言ったら、なんか、え、でも心配するから、なんか、みや心配するでしょみたいな。え、本当にみたいな言われて、え、いいよいいよ全然って私は言うの。なんか、え、全然できてるよって強がるんだけど、内心ちょっと言ってほしくない、うん、で、向こうが LINE で当日なんか今こんな感じだよって現状報告をしてくれて、うん、私が、あ、そうなんだってくらいで返しても、あ、もうちょっとで帰れそう、あ、家着いたよって全部報告してくれるのが理想。いい、それだわ。別に私そんな気にしてないよって言いながら、うん、嬉しい。みたいな。嬉しい、それは嬉しいよね。ベスト。ちゃんと信用できるよね。信用できる。だから逆にそういう人だったら、私女の子と2人でご飯行っても大丈夫って思う。うん、信用できるから。確かに確かに。彼氏が毎回デートに遅刻する、なんて言ったら傷つけずに遅刻しないでって言えますか。これはさ、怒っていいと思う。その通りね。毎回でしょ。1回じゃないんでしょ。うん、1回じゃない。傷つけずに遅刻しないでって言いたいのもすごいわかるけど、うん、怒っていいと思う。あのね、言いたいことはちゃんと言った方がいいよ。そう、言った方がいいね。遅い、我慢して。そう、遅いって。うん、そうそう。だから遅刻してきた瞬間に、ねえ、遅いぐらいの、うん、なんかノリで言っちゃったら、向こうも、はい、そうそうそう、ごめんみたいな感じになるかなと思う、うん、好きな子とディズニーに行く予定ですが、二人で会うのは2回目です。他の子も誘うべきですか。すごい、2回目でディズニー、うん、男の子っぽいね。おー、ってことは男の子が相談してきてるのか。男の子なのかな。すごい、2回目でディズニーか。え、確かにね。好きなんだったら2人で行っちゃいなよ。行っちゃいなよ。行っちゃった方がいいよ。え、でもさ、逆にさ、大人数で行ってさ、うん、夜にさ、ちょっとなんかさ、ポップコーン買いに行こうとか言ってさ、2人になるのもいいね。それいいね。うん、でもね、どうせなら2人で行った方がいいよね。うん、っていうか、それはもう向こうが、あの、誰か誘うって言うまでは2人でよくない、うん、あ、そう、そう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 、そうだと思う、そうだと思う。あっちも2人でいいかなっていう感じで何も言われなかったら、本当に2人で行っちゃっていいと思います。そう、楽しんでください。楽しんでください。次、気になる人との LINE の会話はどうやって弾ませてますか。素の会話で弾まない人とは合わない。もう LINE ってわかんないよね。ほんと、これね、LINE って文章だけってほんとわかんなくない？わかんない。相手のテンション感。なんか LINE でグイグイしてた割に、会ったらそうでもないじゃんみたいな人も多分いるだろうし。だし、会ったら、うんうん、めっちゃテンション高くて話しやすいのに、LINE だとなんか冷たく感じるとか。うん、あるもんね。あるよね。どうやって弾ませるか。私もさ、基本的に LINE あんまりな人で、うん、会うと超楽しいし、うんうん、なんかいっぱい話したいと思うんだけど、うん、LINE はちょっとね、めんどくさくなっちゃうことがあるから、うん、もしかしたら弾まないならそういうタイプかもしれないですね。うんうん、会って飲みに行く、う
お酒入れば二十歳か分かんないよ。そっか。お酒入ればっていう考え方ダメよ。もしかしたら高校生。なんかラウンドワンとかテンション上がるところ遊びに行ったらいいんじゃないかな、みんなとかで。確かに。はい。なんかいいね、恋バナ。いいね。やっぱ2人でするとさ、いろんな意見出るし超楽しい、うん、楽しい、やっぱ。ということで、ミューの方の YouTube でコラボさせていただいて動画撮ってるので、よかったら見に行ってみてください。お願いします。ということで、今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。押してね。